はい、どうも、僕監督と申します。本日もウィニングイレブン2016マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。それではですね、今回センターフォワード決定戦、また今日もやっていきたいと思います。現在ですね、ジルーは2試合で4ゴール、2回マンオブザマッチを獲得して14ポイントと、前の試合でね、2試合目行いましてね、ごっついね、ポイントを取ってしまいました。でそれに続くのがアグエロ、1ゴール、2ポイント、1試合で1ゴール、2ポイント。あとはジオコスタ、2試合で0ポイント、レバー、1試合で0ポイント、ベンゼマ、1試合で0ポイント。こんな感じになってます。はい。で、今日はね、アグエロを先発出場させたいと思います。この一応ね、レーティングは489なので、これを勝つことができれば、おそらくは、11ぐらい取れるんちゃうかなっていう、一応そういう予想で臨みますけど、勝ったら、レーティング700に乗りますということで、700になります多分ということで、やっていきたいと思います。はい、それでは対戦相手のことが決まりました。レーティング561のことですね、やっていきたいと思います。無課金ポポポポーンというチームですね違う、無課金税か、無課金税ポポポポーンですね、なんやそれ。はい、やっていきたいと思います。2トップがね、背低いですが、アルゼンチンコンビです。はい、この試合勝ったらほんまにでもいきそうやな。これ相手強いもんな、強いというか結構能力が微妙やな、ベンチが微妙や。まあでもひょっとしたら、いや、いけるか、いけそうやなこれは勝ったら多分レーティング700、多分ね、ほんまに多分や、これはもう予想しかできない。でまあとりあえずね、勝ち点3というか、まあ勝つことをね、目標に頑張っていきたいと思います。勝って、レーティング700いきたいと思います。まあこれちょっとアグエロラッキーやね。ラッキーアグエロ。いや、わからないよ。スタジアムよりお届けしてまいります。解説北澤さん、それで今日はジョンカビラお届けしてまいります。ガスが北澤さん、よろしくお願いします。ダンベルあんま使わないんじゃないのか。まずファーストハーフ見ていきましょう。1回も使ったことない。バルセロナ対パリサンジェルマン、この両チームはスピードと連携をそれぞれ兼ね備えた強豪同士、素晴らしいマッチを期待しましょう。ノイアの牙城はそんなもんで、あっと、ちっちゃいわ。そして最後のコントロールギリまで見てましたよね。バラン前線へのボール、普通に取られた、普通に出してはいけないところ。ここはカットします。アザール全然赤い、ポグバやばい、いつもと違う。メッシー、ベイル、さあメッシー、ポグバ、今日のゲーム両チーム、まずこの立ち上がりは北澤さん、どうご覧になりますか。まあ、始まったばかりでまだ点も動いてないですからね。スタミナは全然ありますから、ミスが少ない序盤はお互いじっくりいきたいところですかね。メッシー、ポグバ、裏に味方を走らせる、そっちか、ネイマール、このスルーパスは通りません。勝てるぞ、この身長差考えろ、赤身長でまく取ったか。バランから左へ、ここは一人で持っていきます。ついていこうね。パリサンジェルマンは前半未だシュートがありません。裏へのスルーパス、やったか、リベリ、アグエロ、スペースへ出す、あか、焦っとる、なんかわからんけど焦っとる。ゆるいフィード、このスルーパス、自分で行く、フリーダ、インターセプト、危ね、本番、ベイル、いや旋回や、弾かれてしまいましたがコーナーキックへと続きます。やばいぞこれ、最初のコーナーキック、
あ、やばい、あっか、素晴らしいゴールですね、バルセロナ。もうしゃあないね、バルセロナ先制1対0。クリスティアーノ・ロナウド、ここはいい位置に詰めていました。まさにポジショニングセンスが光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応できるんでしょうね。見事ですね。さあ、バルセロナ、先制1対0です。精神的なゆとりを持つことで視野がガッと広がってきますから、から攻める攻めのリズムっていうものが良くなってきますよね。なるほど。チャンスだ。絶好の位置。来たチャンスだ。高岡。いや、いける。抜けてくる。OK、ハイボール。出そう、ここは。簡単に出そう。さあ、メッシ。チャンス来た。ああ、こぼれてる。あかんか。リベリ。これをカットします。前線へ出す。ダメ。攻めやめている、明らかに。おぶなおぶな、ベイ、ポグバ、メッシからアグエロ、味方を走らせる、あか、うまいパセットのシュートだったんですが、これは決まりませんでした。足元ではなくて、少しスペースに出してるボールがね、非常に効果的ですよね。コース開いた、どうぞこのシュート、よっしゃ、取ったった。パリ・サンジェルマン、パリ・サンジェルマン、ここでスコアを同点にします。いいですね、見せますね。まずい、ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。全然アグエロは姿を見せない、ね、奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。やば、危ねえ。これで今日のゲーム面白くなってきました。もうこのレベルになってくると、これはわかんない。大きなチャンスっていうのは、これはちょっと勝てる気点もありませんからね。やっぱりですね。それを確実に持ってきた方が最終的に勝者となるんでしょうね。はい。ここは通しません。41分が経過、前半です。これはよく触りました。ネイマール。え？なぜ？一人で行くのか、カウンターを仕掛けていきます。やばいな、打っていった、ちょっとミートが足りないというシュートでした。奪った後に早いですよね、ダサいゴールまでの仕掛けが。オッケー、今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。こんなチームが相手の時は、やばいやばい、攻めている時こそ危険なエリアを取る。危な、ここでレフリー笛を吹きました。熱い前半が終了します。やばいね、これ見応えのある好ゲームです。いやー、ちょっとはちゃめちゃやったな。言いますよね。はい、後半戦やっていきたいと思います。まずは落ち着いていきましょうか。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。ファーストハーフはお互いに1点ずつと、それなりにゲームに動きがありました。おいおいおい、メッシ、メッシここは読んでいました。このボールをカットします。チャンスだ。お、あ、なんでリベリ抜かれた。リベリ落ち着き打てる、そばから抜かれた。スルーパスを出す。ポグバ、アグエロが待っている。裏へのスルーパス、なんかこれは奪い返します。ドリブルで上がっていく。あかん。オッケー。ナイスナイス。あかんな。アグエロ存在感ゼロやもんな。ゼロってことないか。無視だ無視だ。中切り込んでいく。やられた。メッシ。味方を走らせる。メッシ。まずい。ネイマール。クリスチャーノ・ロナウドに渡る。さあ前線へ、ボールはメッシへ。ああ変えよう、しゃあない。ロナウド、ネイマール、
ス。さあクリスティアーノ・ロナウド、おっとルーズボール、クロス、バラン。アルゼンチンの2人カウンターカウンター、1人持ち上がっていく、スペースへ出す、オーグバー勝ち越し。とりあえずね、アウベルがどうのこうの言う前に、ね、勝ち点3の方が大切でした。これ繰り返します、アリサンジェルマン勝たなあかん。これ最後はキーパーとの勝負シーン、どうしよう、見事な駆け引きで勝利しましたね。勝たなしゃあない、そうですね、難しい。まずは勝つことが大事、こういった1対1のシーンを確実に決めることができるプレイヤーこそワールドクラスだと僕は思うんですよね。決めて当たり前の状況こそ相手キーパーがなぜか大きく見えるんですよね。オッケー、まさにプレッシャーに負けない強靭なメンタルで押し込んでいってんですよね。このボールは繋がりません。シーン取られた、ネイマール、ここはすぐ奪い返します。なんかアラバ前線へのボールそうですね、右側から上がっていくか、落ち着いてる、ネイマール、クリスティアーノ・ロナウド、あら前線へ出す、よくないことやってきた、ベイベイ、さあクリスティアーノ・ロナウド、なんとなんと、ネイマール、ポグバ、この距離から狙う、もう選手最後は1人もう今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。やばい、常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。ネイマール裏に味方を走らせる、これはポスト、オッケーオッケー、追加点、よしよしよし、アリサンデルマンベイルはさらに耐えとこう、キンスがポッポのポン、ネイマール、いやよく反応しましたね。こういったセカンドボールをあらかじめ予想しておくポジショニングセンスが光ったゴールになりましたよね。オフサイドラインもきっちり視野に入れてますからね。オッケー、ついてましたね、アリサンデルマン、追加点、これで点差は3点です、うん、やばいぞ、そうは進めた、一歩抜け出してパスを受けてのゴール、見事なタイミングでした。タイミングバッチリでしたよね。これ合わせるのってシンプルに見えますけども非常に難しいんですよね。このポイントしかないですからね。非常に素晴らしいゴールになりましたよね。さあここでファールをもらいます、やばいやばい、これは直接でしょうか、ここで突き放すことができるのか、いるかな、これでも変えとくかって言った、ネイマールで行きますか、ちょっとなんかあれ、なんか勝手に蹴ったぞ、ネイマールに渡る、何これ、勝手に蹴られた、ちょっと首のやばい、この前ちょっと混戦状態でしたからね、ショートコースがなかったんじゃないでしょうかね。縦にボールを繋いでいきます、前線へのボール、ボールはネイマールへ、スペースへ出す、クリスチャノのマウンドに渡る、ムハンマドさん、あ、すごいな、これとキーパー好セーブを見せています。やや強引な感じにも見えましたですね、勝った、ああいった攻めでも有効だと思いますね。自分で持っていけるか、なかなか、クリスチャノのマウンドと、これは繋がりません、味方を走らせる、ガーン、通らない、ロングフィードで狙うカットです、ムハンマド・サラー、ちょっと相手の方が知ってしまったけど、スルーパスを出す、来た、抜けてくる、オーケー、コーナーキックになります、マイボール、パリ・サンジェルマンとしては勢いならもう1点あるかもしれませんよね。クリスチャーノ・ロナウド、ムハンマド・サラー、どうなるか、何ちゃうのこれ、
クリスチャーノ・ロナウドに渡る。ねえ、このボールはカットです。今狙いましたね。ポグバ、ムハンマド・サラ、これは繋がりません。 OK。 4対1、上が鳴りました。いやー、選手されたとき焦ったな。でもパリ・サンジェルマン勝ちました、はい、見事な逆転勝利。北澤さん、試合の総括をお願いします。やっぱり何もしないよな、ゲロは。パリ・サンジェルマンとしてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、はい、アグエロの文字は一つもありません。ということでね、今日の結果をうまく次につなげていきたいですよね。まあ、とりあえずそうですね。ありがとうございます。これね、さあ、やばかった。放送時間も少なくなってきました。ちょっと全然ね、攻撃機会が形になってなかったから、剛さんをお招きこれ決められた瞬間ちょっとあやばいなと思ったんやけど、ね、どうもありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ腰ひねってるで、あのロナウド。逆転勝ちで試合を決めています。まあこれはちょっとね、相手のミスやけどね、まあこれは取れてよかった。まずこれが入ってなかったら時間とともに焦るからね。やっぱりこの時間帯に、まあ、同点に追いつけたのは大きい。うん、さすがポケモンヘア。で、何やこのシュートなんか変な感じじゃない今。なんかシュート打つクリロナ、1個前のシュートのクリロナのなんか動きが変でしたけどね。なんかこの時間帯はクリロナほんまにいけるわ。でもちょっと、もうちょっと抑えて打ったら入っとったかもしれんな。わからんけどな。うん。はい、ということでね、まあとりあえず、レーティング700いったかどうか、ね。楽しみやな、レーティング。念願の?あかん。あと3。はい。ということでね。あと3で、700か。まあまあ、まあもう次の試合でね、勝ってね、いきたいと思います。はい。一応、まあ今回忘れとったセンターフォワード決定戦の結果。まあ、メモにちゃんと記入してるんですよ、僕。これで、まあ、ジルーが14ポイント、ジエコ、アグエロは、2試合で2ポイントのまま動かずということでね、まあ明日はそうですね、レバーかベンゼマどちらか先発させていきたいと思います。どちらも1試合なんでね、ジェオ・コスタ、ジルー、アグエロと、まあ、全員2試合やりました。レバー、ベンゼマ、こちら各自1試合ずつなんでね、まあちょっとね、かなり開いちゃったんですけどね、ジルー首位というか、まあ、トップの ジルーとの差がね、まあなんとか頑張って挽回してほしいと思います。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録のよろしくお願いします。僕監督でした。お気に入り。